三崎二家の物語は、三島幸男の短編小説。11歳の夏に、母と妹といった暴走半島の詐欺裏という、海岸での思い出を、一人称、私によって無双的に回想し、物語られる作品である。この短編を書いている最中、三島は1945年8月15日の敗戦を迎えた。舞台となっている、暴走半島の秘書地は、 三島が1937年の夏、12歳の時に母と妹と弟と訪れた千葉県いすみ郡、沖津町大和沢原である。1946年、文芸雑誌、群像11月号に掲載された。末尾には、執筆日が20.79から20.823と記されている。単行本は、翌年1947年11月20日に、 桜井書店より刊行された。同書の扉には、夕日と海と黄金を愛する人にというエピグラフが付された。その後1956年、雑誌、文芸5月、増刊号の20代小説傑作全集と、1957年、雑誌、小説春秋1月号の昭和文壇出世作全集第1集に再掲載された。文庫版としては、 1955年3月30日に、門川文庫より観光の、花盛りの森田六辺。1978年11月27日に、新潮文庫より観光の、三崎にての物語に収録された。なお、1968年11月には、三島の名指しにより、吹きや工事の想定で豪華限定版も観光された。 翻訳版はイタリアで行われている幼年から、少年時代の私は無双のために1日を過ごしてしまうような性質だった。その私の成功は年老いた今もなお根強く残っている。幼い私は不健康なグリムドアや怪奇な昭和人の人形に魅了され、祖父母はそれを没収したが、無双は私の秘書を一度も妨げはしなかった。 私が愛読し短暦した、千代人与丹は、私自身の手で書かれるべきであると考えるようになった。私はいつしか、無双への短暦から、無双への勇気へ出るようになるのだった。11歳の夏、私は、母と妹とで、暴走半島の詐欺裏という海岸で過ごした。その頃の、私は、読書ばかりして老生ではいても、病弱で7歳くらいにしか見えなかった。父は、 この機会に私に泳ぎを覚えさせようと、書生のこの儀を水泳教師としてお供させた。私はその書生をおこたんと呼んでいた。海を眺めるのは好きだが、泳ぎは拒否する私の頑固さにおこたんは水泳教授を諦めていた。その日も私と母と妹とおこたんの4人は海岸に向かった。私は波を見ているか傘の下で本を読んでいた。 昼頃、母と妹は、おばが訪ねてきたという知らせを聞き、先に帰って行った。私は、泳ぎたそうにしている、おこたんを泳がせ、一人で潮風に吹かれながら、傘の下に寝転がっていた。ふと冒険心に促され、私は東へ目指してなんとなく、歩き出し、美しい岬の方へ向かった。岬の頂きに行くと、荒廃した小さな洋館があった。中から、 オルガンの音が聞こえていた。近づくと若い美しい女の歌声も聞こえた。私は洋館に忍び込んで椅子に腰掛けた。奥の部屋から聞こえるオルガンは壊れているらしく、ある音はきしりを立て、ある音は全く聞こえなかった。しかし、それがその音楽に神秘な感じを与えていた。椅子を座り直す、私の音に気づいて、 部屋の中から18歳くらいの美しい女の人が出てきた。まあ、どこの坊ちゃん、お家はどこと尋ねる彼女は優雅な優しさと美しい方笑みにあふれていた。そこへ急に扉が開き、一人の20歳くらいの青年が入ってきた。彼は彼女と会いにいた方笑みと涼しい目元であった。私は彼女と彼と一緒に 三崎の突端に散歩に出かけた。やがて彼女がかくれんぼをしようと提案した。私が鬼になり、目をつぶって百を数えているとき、断崖の方角から鳥の声に似た悲鳴か、笑い声のような短い叫び声がした。それが、私には何か高貴な鳥の声か、神々の笑いったモータを声のように聞こえた。百数え終わり、私は二人を探すが見つからなかった。不安と、 心細さと、こしらぬ道場で、私は激しく泣いた。その時、私は幼いながらも二人の悲劇を理解し、岬の先端を見た。私は、断崖に身を伏せて、奈落の美しい海を覗いた。それは、同じ無音の光景で、不思議なほど沈静ななぎさであった。私は、ベザイテンの境内へ下り、そこにいたおこたんに泣いて、しがみつき家に帰った。私は、 家族の誰にも、この出来事を話さず、親以外の人にも決して語ってはいけないような気が、していた。東京へ帰る汽車の中、泳ぎを覚えなかったことを、父から叱られると思った、私だが、不思議な満足があった。水泳は覚えずに帰ってきてしまったものの、人間が容易に人に伝えることのできない、あの一つの真実、後年の、私がそれを探し求め、それと引き換えなら、 命さえ惜しまないであろう、一つの真実を私は覚えてきたからだった。三崎に家の物語は、戦時中の1945年7月9日から、学徒勤労動員先の神奈川県高座軍の海軍交渉で寄出され、終戦直後の8月23日にかけて執筆された作品である。三島はこの作品について、忘れがたい作品。 少年時代の週末の鑑賞が書かせた物語だとし、空襲の劇化の間に赤髪が起用が決まいが、一億玉砕は必死のような気がして、一作一作を遺作のつもりで書いていた作品の中の一つだと振り返っている。三崎二家の物語は、三島の死の2年前の1968年に豪華限定版として再刊行されたが、その際の想定として、 出版社の川島正は、初山茂の抽象的な指揮感あふれる絵を頭の中に描いていたが、三島は想定を吹や工事にしたいと要望した。高畑歌唱や加藤正雄風な少女像も魅力だが、吹や工事の様式美の方が、三崎にての物語にふさわしいというのが三島の意見だったという。三島の名指しの依頼に吹や工事は喜び。 その吹き屋邸訪問の時にもらった色紙から初めて吹き屋二が花嫁人形を作詞したと知った川島勝は三島がそれを知っていてあえてこの画家を選んだのだろうかと思い三島がこの想定に吹き屋二の少女像を選んだことに妹の死と失恋と三島自身の青春への決別が色濃く反映されていたとしている三島は吹屋二についてその作品を 幼い頃から親しんできたものとし、限定版、三崎にての物語の想定画を以下のように語っている。ことに口へのゆりの花束の少女像は、今や老境におられる、この画家が、心の中深く秘めた美の幻を具現して余す、ところがない。その少女の持つ、儚い美しさ、優秀、時代遅れの気品、移ろしやすい青春、そしてどこかに表を吹かすかな。 この世への拒絶、人間への拒絶ほど、三崎二家の物語の女性像としてふさわしいものはない、ばかりでなく、おそらく、吹き足の遠い少年の日の原体験に基づいているに、違いない。この美のわがままな映像が、あたかも一人の画家が生涯忘れることの中、つたきおらかさの記念として、私に深い感動を与えたのである。三島幸夫、吹き屋工事士の少女像、渡辺和夫は、 三崎二ての物語初出当時の文芸辞表において、三島氏の不思議なくらい幻想に満ちた軸の容器方も、その配列も、実に美しいものを持っていたとして、時折、乱暴の死を思わせると高評価している。野口武彦は、三崎にての物語を、戦争期に培われた三島氏の作家心情、その美学の主導動機を実にストレートに語った小説、だとして、三島の投影である。 主人公の体験に紛れもないロマン派的浄土の初心を見て取り、死、夏、海という三島文学の主題が、その後の作品に連なっていくことを指摘している。田坂昇は、美と、海と、死という要素を鑑みながら、岬にての物語を考察し、主人公が神々の笑いの中に見出した一つの真実が、花盛りの森で言及される、 秀麗な本場の美と同義であるとしている。渡辺博氏は、三崎にての物語の自己生札から飛翔への移行の構成は、すでに少年の終作ではなく、物語として見事に組み立てられているとし、その導入部における自己分析の明晰さを可能にしているのは、私の本来のものなる飛翔への信頼という、プリズムだと解説している。そして、その、 優秀のも物た天賀な風光にふさわしい古典的な文体で海や岬の自然が描かれ、作中の少女には、おなじみ島作のカラムシトとトメヤのメヤと同じように永遠のマリアの面影があるとし、青年と少女のほえみには痛く愛に似たものがあったというくだりには、兄と妹の愛が暗示されているという神秘化があると考察している。ウリア、ミヤビーサムは、 美徳のよろめき以来、三島作品に馴染んできたと語りつつ、主人公たちの耳にも聞こえる音楽といえば、三崎にての物語の一音だけ鳴らない音がある、壊れたオルガンを思い出すとして、聞こえない音楽を聴くことが、三島幸夫の作品を読む最大の快楽の一つになっている。言葉の音楽であるとしている。三島作品と接してきたが、主人公たちの耳にも聞こえる音楽といえば、 即座に、三崎に家の物語で海岸の断崖に近い草むらを歩きながら少年が聞いた一音だけ鳴らない音がある壊れたオルガンを思い出す。最初に読んだ時から少年が聞いたその音を想像するよりも聞こえない音の方に想像力が働いた。因果を光にかざして目を凝らす同じ身振りでその失われた音に意識が集中してしまう性癖のようなものが 心の内にあるのだろうかあるいは、そのように意識を誘導する意図のもとに書かれたものなのだろうかウリア、ミヤビイサム、言葉の音楽、村松つよしは、三崎にての物語で、主人公が遭遇する事件が、ガブリエーレ・ダンヌンツヨの死の勝利を思わせ、少女が百合の花を摘む場面も似ていることを指摘し、三島の蔵書にも死の勝利があることから、 三島が執筆する上でその作品への意識があったと考察している。三島の三崎にての物語の少女は青春そのものであり、相手の男も少女と目の涼しさをそう、青年であり、肉欲はここには影もない。三崎にての物語は、いわば南国の冬階級の倦怠感と肉欲等を射章した死の勝利だった。美役もマルク王も介在しない。 トリスタンとイゾルで、という形容も、可能かもしれない。村松強三島幸夫の世界、筒井康隆もまた村松の指摘を踏襲し、三崎二家の物語が断ぬん強の、死の勝利の分体、描写、ディテールなどの影響を受けているとして、両者が、どちらも、男女の上司を扱い、侵入方法も、断崖から海への闘信である共通点を挙げている。 しかし、死の勝利の方は無理心中であり、世紀末の会議主義や大敗的な作品なのに対し、三崎にての物語の方は、極めてロマンチックなもので、三島自身がモデルである少年の目で、美しい若い男女の上司業を、日常のように和やかに眺めていると解説している。ありがとうございます。